はい、どうも皆さんこんばんは、無限パンダチャンネルです。それでは本日はダブルキャストの続きをやっていきましょう。ほら早く集合時間に遅れる。元気な美月になってる。昨日のことが何もなかったかのように撮影は続いている。いつものようにカメラの前でいつものままの表情で美月はファインダーに収まっている。でも昨日の泣き顔は誰も知らない。それは僕と美月だけの秘密、二人だけの。はい、もしもし。あ、部長。なんか雑音がひどいわね。誰かいるの？え？そうか、部長は二人が一緒に住んでるって知らないのか。ちょっと友達が来てて。違います、そんなんじゃなくて、あので、電波の入りが良くないですね。ちょっと待ってください。どうですか？ああ、良くなったみたい。で、話なんだけど、今日の撮影佐久間来てなかったんですよ。はい。彼なんかバイト先で事故って腕の骨折ったんだって。どうするんですか？主演男優なしじゃ撮影は続けられませんよ。代役ってキャストは3つ。赤坂さんと佐久間さん2人がほとんどでしょう。どうするんです？いるじゃない、あの2枚目と身長体重が近いのがうちに1人。え、まさか。ピンポーン。というわけで決まりね。頑張ってちょうだい。そんな。あらららら、ら嬉しい。いや、そういう問題じゃなくて、僕は映画を撮りたくて英検に入ったんで、演技なんかしろったって無理ですよ。それは私がなんとかするわよ。で、クライマックスのシーン、私のうちの別荘で撮影することになったから。え？あさってに竹芝桟橋集合ね。美月ちゃんにも連絡よろしく。じゃあね。あ、そんな一方的に切られちゃった。やったじゃん、主演男優。それにロケにも行けるんでしょ。あ、部長見てたんだ。なんで？なんで見てたんだ。しかも見てたこと言わなかったね。みんな集まったね。それじゃあ出発するよ。よし。どんだけのお荷物なんだよ。ノリがうんこツンツンのあられちゃんなのよ今の。あ、ここにいたの？うん。あれ、みんなは？いつもの通り、うちのぶってちょっと尋常じゃない飲み方するもんな。相変わらずだね。どう、気分は？向こうに着いた主演団員の帰りだよ。あまり自信がないな。大丈夫、そんな難しいもんじゃないって。そんなもんかな。そうなの。僕だって初めてだと思うけど、結構それなりに見えるでしょ。
そこが不思議なんだよね。自分から推薦しててなんだけど、ここまで美月ができるなんて思ってなかったし。有名女優の隠し子。嘘ばっかし。部長、美月ちゃん、かわいいですよね。エルボ。あれ、何怒ってるんです、部長。部長、部長。すごい、海が見える。ねえねえ、見ないよ、あそこ海綺麗だよ。うわ、いい眺め。部長、素敵なところですね。美月ちゃんも少し休憩に入ったら撮影入るから準備してね。はい。ほら、いつまでもそんなとこで寝てない。着いたその日から撮影。合わない、荷物ばらさないと先輩たちに取らされるぞ。どんな荷物なの。今日一日くらい休ませてくれるの。あんなカバンあるの本当に。やっぱり伝説は生きていたのか。なんだよそれ。我々新人二人は強行日程の映画撮影のため過労で会えなく死亡。前にも死人出てるし、やはりこのシナリオは呪われてるのかも。そして今回は僕たちが犠牲者ってわけ。もう少しこの話を続けよう。でもその主演女優と監督が屋上から飛び降りたっていう噂だって、実際見たっていう人に聞いたわけじゃないし、いまいち現実に等しいと思わないか。よくある学校の階段っていうやつじゃないのかな。確かにそうかもしれないけど、結構信じる方なんだそういう話。僕小さい頃からおばちゃん子でさ、よくそういう話聞かされててね。一言にただの噂って言い切っちゃうのもちょっとね。そうか。でもちゃんと墓参りにも行ったし、今までもうまくいってるから大丈夫なんじゃないかな。そうだね、そういうことにしておこう。今さらやめるわけにもいかないしね。撮影に行きますか、主演男優代理さん。義務としてでも、意思としてでも、起きたら湧き出てくる気持ち、それはあなたが喉の奥から生まれてくる。すごいな、どんなセリフなんだよ。お疲れさん。こんなんでよかったんですか。オッケーオッケー。いや、海に浮いてる女の人があんなセリフ言ってたらもう確実にヤバい人だよ、ね、もうすぐ警察電話するよ。ヤバい人います。おしまいですよね。そうだね、次は鳩場のシーンに行きたいんだけど。おい、演壇油代理、準備はできてる。はい。返事だ。やる気だけはあるみたいだね。まだからといって演技とそれとは別だけど。そうですね、女の力は偉大っていうか、男がバカっていうか。僕は何も君から奪ってはいないと。ねえ、あれあれ、シナリオなんて何度読んだって同じだよ。さっき美月ちゃんが、そのシーンの流れを掴んでおけば、もしセリフが違ったって構わないんだから。そんなこと十分分かってるけど、演じる側に立つなんて初めてだから、ちょっとパニクってんだよ。
僕がちゃんとリードしてあげるからさ、あとはどんとその場の流れでパパッと行こうよ。気楽に言うなよ。部長、本人やる気満々です。言ってねえよ。シーン8、カット15、よーいスタート。あなたは私から肉体と意識を奪っていた。でもそれで全てと思わないで。僕は何も君から奪っていない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の意識の中に入ってきた。無意識の中であなたは私の肉体と意識を奪い取っていったの。でもまだ残されていたのは一つ。私は存在。あなたがわざと残していったんでしょ。存在だって手に入れようと思えばできたんだ。正直に答えて、なぜ残していったの？僕はいつも正直だよ。僕自身の考える言葉で いつも。違う。無意識のあかん。これはあかん。何やってんだあいつ、動きやしねえ。自分で間を作ってるから。そうだといいんだけど。ここで背中に手を回して抱き寄せ、そしてセリフ。どうした？中学生か。話して気失ってます。だらしないんだから。ごめん。しかし鼻血はないよな。なんかエッチなことでも考えてたんじゃないの？別にそんなこと。おお、ムキになるところがますます怪しい。部長さん綺麗だもんね。あれ、図星？違うって。冗談なのに、本当にからかいがいがあるよね。悪かったな。でも感心するよ。いつきだって演技することなんて初めてのはずなのに。実は私、旅芸人の娘だったりして。え、そんな記憶あるの？ないわよ、そんなの。なんだ。でもさ、記憶の中には演技したことのある自分なんていないだろう。それでも堂々と役をやってのけるのは、天性のものだね。そうかな。こう、なんていうか、演技してるって感じじゃなくて、役になりきっちゃってるような。そんなに深く考えてやってないって。でもそう言われると、演技してる最中は自分で演じてるって感じじゃないような。なんかうまく言えないけど。すごいんだ。あ、いけない。どうしたの？みんなのご飯作んなきゃ。ごめん。ああ、ほんとだらしねえの。おいおい、なんでこんなものが落ちてくるんだ。もし直撃したら下手すると命だって。まさか誰かがわざと。しかしなぜ。美月の声。北村、今の聞こえたろう。うん、女性の悲鳴だよね。今の悲鳴、美月ちゃんの部屋からなんだけど、ドアが開かないの。ちょっと来て。おい、どうした？何があったんだ？
何が起こってんのこれ。どうしましょう、ドア打ち破りましょうか。待って、今マスターキー持ってきたから。うわ、美月、何なんだこのたくさんのガラスの破片。椅子、誰かこの部屋で暴れたのか。美月ちゃん大丈夫？怪我はない？はい大丈夫です。どうしたの一体、誰がやったのこんなこと。私です。美月ちゃんが自分で、なぜ。この衣装ケースの鏡を見たら、誰かが私を見つめていて。え、鏡、誰かが窓から覗いてた。え、でもここ2階じゃないの。とても目を合わせたら、そのまま吸い込まれていきそうな冷たい目。なんとかその視線から逃れようと思わず椅子を投げちゃったんです。ベランダには誰もいないみたい。でも覗くって言ってもここは2階だし、下から登ってくるのも大変なんだけどね。そうですよね、私の気のせいだったのかもしれない。誰が美月を覗いていたのだろう。まさかあのバイクの男、僕たちのことを追ってきた。それともまさか部員の中に。僕が一緒にいよう。部長、多分赤坂さんは役作りに励んだために少しナーバスになってるのかもしれません。今夜は僕の部屋に泊まって。どさくさに紛れてなんてこと。美月ちゃん、今夜ここで眠れる？さあかんわな。仕方ないわね。私の部屋へいらっしゃい。あんたたち部屋片付けといてちょうだい。はい、はい、ショーゴちゃん荷物お願いするわ。みつきちゃん立てる？大丈夫？はい、すみません。大丈夫か。やっぱりここに植木鉢の跡、誰かがここからわざと落としたんだ。その人影をみつきは見たのか。しかしどうやってここに。隣のベランダか。隣のベランダとは間隔が空いてるけど、ジャンプすればなんとか飛び移れる距離だな。ねえ、鏡の破片拾うの手伝えよ。おう、ごめんごめん。これグッドエンド進めてんのかな。正直に答えて、なぜ残していったの。僕はいつも正直だよ。僕自身の言葉でいつもと同じように。ここで美月が来て、あーもうダメだ、夕方の事件が気になってセリフが入っていかない。外の空気でも吸ってこよう。うるせえな二村。僕は何も君から奪ってはいない。ん？うわこーら、主演男優代理、こんなところでセリフの練習か。大丈夫なのか。あなたは私から私の肉体と意識を奪っていったわ。でもそれで全てが思わない。僕は何も君から奪ってはいない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の肉体と意識を奪い取ったの。でもまだ残されていたものが一つだ。
え？私の存在、あなたはわざと残していったんでしょ。存在だって手に入れようと思えばできたのに。美月、あのシナリオ落ちちゃったんだけど。もうセリフは入ってるだろ。演技入れていかないと覚えていけないよ。正直に答えて、なぜ残していったの？僕はいつも正直だよ。僕自身の考える言葉でいつも。違うの。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。どう？聞こえる？僕の声。聞こえる。終わったけど。まだ続きってあったっけ？でももうちょっとこのままで。今日のことを思い出したの？でも僕の見間違いかもしれないし。心配ないよ。大丈夫だよ美月。部長たちもいるし、僕が絶対にそばから離れないから。ありがとう。任しといて。ねえ、なんで僕のためにそこまでしてくれるの？え？そんなこと急に聞かれても。その やっぱりいい。ごめんね、変なこと聞いて。なんか変だね僕。でもなんかすっきりした、君と話ができて。美月。はるかさん、いつもご迷惑かけてすみません。赤坂美月、明日は一生懸命頑張ります。ではおやすみなさい。ダン起きてる。正直なこと、なぜ残していったの？僕は正直だよ。僕自身の考える言葉でいつも。違うよ、無意識の中のあなたの声が聞きたいの。ご苦労さん、上がるよ。やったね、主演男優代理。かわいい。やっぱ笑顔の美月がいいね。島でのロケは無事終了した。心配してた美月への嫌がらせも、あれから何も起こらなかった。美月が見た人影は幻だったのか、僕に落ちてきた植木鉢も単なる事故だったのか。そんなことも忘れさせれるくらいに、美月の表情に笑顔が戻った。この笑顔はいつまで見られるのだろう。僕はいつまで美月の笑顔を見ていられるだろう。願わくばいつの日か美月の記憶が戻る時にも。その今の笑顔と同じままに。今日からまた美月と二人きりの生活なんだ。ここはビールで乾杯と行きたいとこだけど。コーラでいいよね。
ほいお待たせ。おかしいな、待てだろ。前と違ってなんか意識しちゃうな。この一杯のために生きてる。あーでも汗かいちゃったな。フローだ。そっか、風呂？まだこんな早い時間だってのに。っていや違う違う、意識するな意識するな。ねえ、僕と一緒に暮らしてること後悔してる？え？なんかいつもと雰囲気違うみたいだし嫌なのかなってちょっと考えちゃった。そんなことないよ絶対に。そう、それならよかった。すごく感謝してる。今まで言おう言おうと思ってたんだけどなかなか言えなくて、なんか記憶が戻る戻らないなんてどうでもよくなってきちゃった。それより今まで通りこうして楽しく話ができたらいいやって。男と女って意識してギクシャクなんかしたらつまらないよ。僕は旅行前と同じように楽しく暮らしていきたい。わあ、これ予防線張られてんのかな。ごめん、なんか意識してるような素振り感じさせちゃって。僕の方こそ今までありがとう。過去がわからないような人間に優しくしてくれて、部員のみんなとも知り合えて仲良くなれたし。わあ、でもこれ結構ショックだな。なんかちょっと距離開けられてる感じするもんね。それに、君を演じることがこんなに楽しいことなんて思いもよらなかった。今まで本当にありがとう。そしてこれからもよろしく。泣きたくなったらいつでも話を聞いてあげるよ。それは時々、いつもは泣き虫じゃないって。ふーん。わっ、美月がこんなに泣き虫だなんて他に誰も知らないもんな。どこ？いいね、主人公めっちゃ積極的じゃん。あれあれあれ、お邪魔虫来た。なんだよこれからって時に。誰だ？はい、隣の村山ですけど、留守の間に荷物を預かっておいたんですけど。はい、今行きます。村山空気読めや。はいはい、なんか忙しいね。はい。あ、部長なんです、こんな時に。いや、誰もいませんよ。ええ。美月、玄関の方お願い。はい、今開けます。どうした？はい、バレました。え、部長、お預けしておいたうちの主演女優受け取りに来たんですけど。なるほどね、そういうわけなんです。信じてもらえないかもしれませんけど本当に記憶喪失なんです。どうやら嘘ではないようだね。で、いつからこいつとくっつき始めたの？まだちゃんとはくっついてません。そんなこと真面目に答えなくていいんだよ。部長、じゃあこのことは許してもらえるんですね。ダメ。私は弦を担いでる。前の映画だって女優とカメラマンがくっついてあんなことになったでしょ。でも今回の撮影は失
その映画だけはちゃんと完成させて発表する。それはこのシナリオを預かった私の使命だし。離れ離れなんのか。部長としても私の使命、美月ちゃんはこの難しい役をちゃんとこなしてくれてるし、今までのことは私の胸の内にしまっておく。でもこれ以上は部の決まりから見て見ぬふりはできない。うちの父親がウィークリーマンションを経営してるから、美月ちゃんはそこに引っ越すこと、これは部長命令。寂しくなるな。映画が完成したらあとは二人の自由よ。でもそれまでは部の約束を守ってちょうだい。これ急にね、一緒にいた人いなくなると寂しいんだよね。なんかこの部屋にね、匂いとかその思い出とかが染みついちゃってるから、ふと思い出すのよね。その日から僕と美月の離れ離れの生活が始まった。いなくなって気がついたのだが、美月の存在は僕の生活の中に意外なほどの比重を占めていることが分かった。それは水のような空気のような、亡くなって初めて分かる確かな存在。一人で生活していたことを忘れるくらいに二人でいることが当たり前の生活。でもそれは外から見るとあまりにも不自然な形だったのだと思う。恋人でもない二人が同じ部屋で暮らしているという形態、その不自然な形は時間とともに膨張してパチンと弾けてしまった。風船のようにパチンと、僕と美月にだけ聞こえた音、パチン。それから数日後、僕に嫌がらせが始まった。え？ポストの中に猫の死体が入れられ、玄関にはひどい落書き。うわぁ、やばいね。部長は胸の内にしまっておくと言っていたが、本当なのだろうか。どこかしら僕と美月が同棲したという噂が流れているのかもしれない。それはどう考えても英検の中の誰かなんだろうけど、ああ、どんどん嫌な方へ考えが進んでいく。あれ？あれ、なんか変だな。はい。え、撮影再開？撮影再開も嬉しいが、何よりも久しぶりに美月に会える。佐久間さんが復帰してきた。まだギブスは取れてないが、顔のアップ以外は全て僕を使って撮り終えているので撮影に支障はない。それよりもコンクールの締め切りが近いというのが正直なところか。久しぶりの美月、相変わらず元気そうだ。でも部長の目を気にしてなかなか近寄れずにいて、僕なんかどうでもいい存在になっちゃったのかな。あ、よーい、スタート。役とはいえ羨ましい。とは言っても僕の方が前よりも精神的に優位だけどね。クランクアップです。お疲れ様でした。さあ、というわけでですね、ここまでにしておきたいと思います。さあ、本日のダブルキャスト第2回目どうだったでしょうか。美月と主人公の距離が縮まりつつあるんですが、謎もより深まってきております。そして最後の描写、何かフィルムを見て異変に気づいた主人公、皆さんは気づきましたか？それでは次の第3話で会いましょう。バイバイ。